市芝本幸男さんの作品。作品名サファリミックス。作品コンセプトは都会的なサファリスタイルで機能的かつファッショナブルに仕上げました。キジラの可愛さを出すためにスレンダーな身頃に大きめのスカートカラーでかっこよく仕上げました。夏でも着られるジャケットとパンツのセットアップ、素材とシルエットの意外な相性を楽しんでもらいたい。パターンは流行りのデジタルプリントを思わせる薄い柄でモダンに、クールに着こなす夏のクールビズ。エントリーナンバー3番、芝織田島さんの作品。作品でサラサラサマージャケット。作品コンセプトは空気をまとうような軽さと優しさを多くの人に体験してもらえるようシンプルで丈夫な感じに仕上げました。エントリーナンバー4番、東京都野萩節さんの作品。作品名ウォーターフロー、水の流れ。作品コンセプトは泡しじらだから買うではなく、可愛いから買ったら泡しじらだったというような商品を送り出すことによって、結果的に日本の伝統の生地を知ってもらい活性化させていくお手伝いをしたいと思います。この商品は田んぼの直線を生かしタックを取って美しい縦のラインを強調しています。藍の鮮やかな色を水になぞらえています。エントリーナンバー5番、藍組長岡下健二さんの作品。作品名クールビューティー。作品コンセプトは泡筋直りのシャツをかっこよく着こなす女性をイメージしてデザインしました。色は少しメンズっぽいですが、ギャザーを入れることによって女性らしさを表現しています。小松市なし石橋優子さんの作品。作品名ザ・エヌクーニ。作品コンセプトは仕事着ということなので、全体的にはシンプルな雰囲気にして大きな襟で特徴を出してみました。少し流れの袖がそのままでも折り返してもすっきり着られるようにしています。エントリーナンバー7番、小松市なし石橋奈々さんの作品。作品名 OL 風ファッション。コンセプトは着やすいスニット丈にして襟元はシンプルに仕上げました。腰回りにベルトをするとアクセントになっていて、全体の雰囲気が締まった感じになります。
手勝見陽子さんの作品。作品名サマースタイル。作品コンセプトは縮れ織の良さを知ってもらうため、若い世代でも着ることができるタウンウェアを考えました。縮れ織の模様をうまく使い、夏でも完璧に過ごしやすいゆったりとしたおしゃれで存在感のある服です。縮れ織の素晴らしさを伝えたいと思います。ヤマトフミヤさんの作品。作品名ボロスとプルオーバー。作品コンセプトは裾ポケット口にニット素材を使用することで着心地の良さをアピールしました。カジュアルで活動的な雰囲気です。6分袖をロールアップすると半袖になるので、初夏から夏まで着用することができます。ナンバー10番、徳島市吉村幸子さんの作品。作品名ビジネスに心地よさを。作品コンセプトは涼しさ、着心地の良さ、着脱のしやすさを考慮しました。おびき仕様ではありますが、着ていて自信が持てる女性の美しさを引き出させるようなデザインができないかと考えました。ユニバーサルデザインとしては襟とウエストがゴムプラスリボンで、着脱も容易なサイズフリーです。デザインとしてシジラをテープ状にし、洋服の土台に叩きつける装飾を考えました。曲線とひらひら感で柔らかさとスムーズさを出したいと思います。今回優秀賞としまして9名の方に阿波シジラ織の反物一端と受賞作品を差し上げます。また最優秀賞に選ばれました1名の方には阿波昭和園シジラ織反物一端と受賞作品を差し上げます。この阿波昭和園シジラ織とは天然の阿波藍染料を使用いたしました阿波シジラ織で、昭和53年に国の伝統的工芸品に指定されています。さあ、それではただいまより阿波シジラ織デザインコンテスト最優秀作品の発表を行いたいと思います。それでは石原先生、よろしくお願いいたします。今回のフルリーズの作品には5番ということになりました。おめでとうございます。それでは最後に最優秀賞を受賞されました作品をもう一度ご覧いただきましょう。本日発表いたしました阿波シジラ織デザインコンテストの10作品は今後販売する予定となっております。4月以降、国務庁商工会のホームページからのお知らせにぜひご注目くださいますようにお願いいたします。